私がシリクルサイトの運営者である。最近な、またまた投稿が増え始めているので、まあ、ちょっと私がここらで一発久しぶりにな、投稿でもしようと思う。何年ぶりだろう。1年ぶりぐらい。マルチバース化させて3つに分岐してから、あたり、しょっぱなぐらいに通ら、これな、これ2022年の2月、あたりに、投稿してる。ここにあるよな。三つの世界すべてに介入するタールダインよりという名前で投稿してるのが私だ。ちなみにだ、ちょっと話がそれるようだが、遡って2013年の、あ、違う、2016年の8月23日、ブラックより投稿がある、この銀座は、これは運営者タールダインの仲間であるということが最近判明した。そうやな。じゃあちょっと、そうだな、今月、8月、2023年8月は、投稿がこの1列目に集中してしまってるようだから、私は、そうだな、欲張ってこの2列目と3列目、まあ、テコ入れと言ったらあれか。投稿しよう。子犬は、子犬と来たら次しりとりはどうしようかね。出てこないぞ。塗り壁にしろ。で、三列目。ゴリラランドセル。8月9日のゴリラランドセルからの投稿。シール。そうだ、ル。ルから始まる言葉なんかねえか。思い浮かばねえな。これ急に、ちょっと慣れてないからな。ル。ル。やばい。マジで出てこねえぞ。ああ、ル。ルンバ。サイト運営者という名前で2列目と3列目投稿させてもらった。2列目が子犬から続いて塗り壁、3列目が、シールから続く形でルンバ、ベトバだな。ベトバから始まる言葉。そして1列目、僕は投稿しないが満州国に続く言葉、カムチャック半島さんからの投稿。満州国、区から始まる言葉。さあ、この、区、米から始まる言葉。思いついたやつ、ぜひ、投稿してくれ。しりとり、やろうぜ。